6月25日金曜日、白金環境清掃センターと西部クリーンセンターで津市市民エコ活動センター主催によるゴミ処理施設見学会が行われました。これは市民が自主的に行う環境活動の拠点として平成20年4月に設立した津市市民エコ活動センターが年2回程度開催しているもので、市のゴミ処理施設を見学し、ゴミ処分やリサイクルの方法を知ることによって、市が取り組んでいる 3R リデュース、リユース、リサイクルの推進など、ゴミへの関心を高めてもらうことを目的としています。この日は20人が参加し、はじめに片田田中町の白金環境清掃センターを訪れ、担当職員からセンターの概要やゴミの分別方法などについて詳しく説明を受けました。その後、実際に施設内を歩いて金属の資源ゴミを細かく砕く破砕処理施設や金属ゴミの仕分け現場の見学を行うと、缶などの金属ゴミの多さに驚いている様子でした。その後、不燃ゴミを埋め立てる埋め立て処分場や瓶、ペットボトル、容器包装プラスチックを最小品化するために選別するリサイクルプラザなどの見学を行い、大きなプラントの中でベルトコンベアや圧縮梱包機などの機械を使って行われる処理作業などを見学しながら、家庭から出されるたくさんのゴミの処理方法などについて熱心に学習していました。参加者の中には担当者の説明にメモを取ったり質問したりする人もいて、関心の高さが伺えました。次に移動した西部クリーンセンターでは、家庭や事業所から排出された燃やせるゴミがセンターでどのように処理されているかなどの説明が行われ、その後運ばれてきたゴミを下ろすプラットフォーム、ゴミが初めに入れられるゴミピットでの作業の様子や作業を管理する中央制御室などを見学しました。実現しています。この日、さまざまなゴミ処理施設を見学した参加者は、ゴミの分別の大切さやゴミとして出されたものを資源として再利用することの大切さを学んだようでした。関係者は、普段何気なく捨てているものがどのような手間をかけてどのように生まれ変わるのかを実際に目で見て知ってもらうことで、環境について考えるきっかけにしてもらえればと思いますと話していました。